まあ、あるものが届きましたんで、はい、出た。はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンはグシポケモンくんです。グシケンですよ。グシケンか。あ、なんかそんな感じはしたんだよな。語呂悪いもんね、グシポケモンで。うん、しか合ってないから。グシポケモン、あ、ごめん、ちょっとごっちゃになってた。グシケンだもんな。いや、グシケンですよ。ポケモンのグシポケモンが、いや、ポケモンがいらないです。ごめん、ポケモンの最新版のゲームのソードとシールドのやつ。いや、その剣じゃないんですよ。ポケモンさっきまで見てたけど、僕も。いや、そう。楽しかったでしょ。まあまあ、懐かしかったですね。懐かしいよな。いや、僕ポケモンじゃないんで。あ、具志堅は違うんだ。違います。下の名前だってセイントでしょ。いや、セイントですよ。あ、違うのか。あ、セイントセイヤって昔アニメあったから、うん。なるほど。ようやく覚えた。いや、ありがとう。遅いな。次も。助かったわ。いや、ありがとうね。何の握手なんですか。はい、ということで、まあ、早速やっていきたいんですけど、花粉症大丈夫？大丈夫です。大丈夫、いつもこれぐらいですから、ね、そう、ハンカチもびしょびしょじゃん。いや、まだまだびっくりな、今日まだプール入ったんかってぐらい。いや、そんなに濡れてないですよ。でも無理せずね、はい、やっていきたいですけど、今回やるのが、まあ、ここ用意されてないんですよ。そう、ちょっと掃除不足で今汚いんですけど、まあ、あるものが届きましたんで、そちらの方をお見せしたいなと思います。はい、はい、じゃあ早速そちらちょっと呼び出しましょうか。はい、いけるかな。いきますよ。はい、ちょっとこれ俺一人じゃ無理だから、具志堅もいい。具志堅も手前に出して、一緒にせーのでパチンで。はい、せーの。あ、ごめん、俺がやり忘れてた。いやいや、やれ。なんで僕だけやるんですか。出ないでしょ、僕が指パチンしても。ごめん、具志堅が本当にするかちょっと疑心暗鬼で、そっち集中してたらやってなかった。いきます、せーの。はい、出た。出ました。おー、はい、多いな今回この4つでかいし、はい、開けていきます。だいぶ疲れてますね。全然全然、まあまあ魔法って疲れるから。魔法って4日分のカロリー消費するから。えぐいな。まあ、これこの4つですね。はい、この段ボールが一体何なのかっていう感じになるんですけども、はあ、やっぱまあこの時期ね、これがやっぱ絶対必要だよねっていうやつ。なるほど、まあ、定期的にあるんだけども、この時期は絶対買いますっていうやつですね。よし、じゃあこれ開けていきましょうか。はい、なんか開封動画だよね、言ったらね。爆買いみたいな。まあでも爆買いは爆買いだね。あ、これがね、ちょっと全部いくらだったか曖昧なんだけども、はい、もしかしたらね、そこの中に領収書入ってるかもしんないし。はい、じゃあまずこれ1個目からいきましょうか。お、あ、あるね。あ、入ってます、入ってます。ここもうめくったら出ると思うんで、いきます。こちらです。はい、おー、わかる、禁止瓶。そう、この時期必要なんですか。この時期といえばやっぱ禁止瓶なんですよ。へー、やっぱこの時期から生産始めて、まあ場所によっては年中生産してる場所もあるけども、この時期からやっぱ5月ぐらいになったら忙しくなるから、特に人気の禁止瓶って、入荷がしづらくなるというか、もう気づいたら売り切れになってて、入荷待ちで2週間とか3週間待たないといけなくなっちゃうから、この時期にまあある程度揃えとくというか、なんだけども、まあこれはねちょっとまた別で、これは河原禁止なんですよ。河原禁止のいつも使ってるルカディアスーパーホワイト1400かな。うん、これ12本入りで1セット、なんかここで1セットで2箱分買いました。はい、なるほど。24個。うわー、すごいな。で、基本ねアルティメットミカカブクワさんで購入してるんですけど、うん、そこの方が、まあ、値段が上がる、やっぱその仲介業者的なポジションだから。昆虫ショップもここ、これね神長キノコ園さんなんですけど、多分まあそのアルティメットミカカブクワもそういう、まあ多分神長キノコ園さんなのかな、わかんないけど、うん、から買い取って、そっからだから、はいはい、結局先に支払って自分のお店でも利益を得るためにっていうので、多分まあ値段もちょっと上がってるのかなっていうのもあるから、まあその分まあ昆虫ショップにも置いてあるっていうのは、なんだろう、知らない人からしたら行きつけの昆虫ショップにあったらすごいシンプルに助かるわけだから、それはそれで成立してるし、俺も買ってるんだけど、たまたま今回覗いてたらそのホームページを、神長きのこ園さんのがっつりあったんで、
今だと思って買いました。これこれね、1本いくらだ。なるほど、1箱9720円。1箱箱だから24個で、2箱でもろもろ込みで22850円。結構いい値段しますね、うん、でもまあこれがね、昆虫ショップで買うってなったらこれの1個ワンサイズちっちゃいので1000円ぐらいするから、へえ、そう考えて全然お得。これで1000円だから1個大体ね。これ基本タランドゥスとかレギウスとかに使うんですけど、はい、やっぱ800でやってたんですけど、1回目の禁止はやっぱでかい方がいいかなっていうので、でかいので3ヶ月置いとく。禁止めっちゃ食うんで、あ、3ヶ月置いとくっていうのも踏まえて1400からもう入れとこうかなと思ったんで、はい、じゃないとでっかくなんないかなっていう、タランドゥスとかちょっと狭いって感じで、うん、感じたんで、もう1個目からこれにしようと思ってて、はい、であそこにねちょっと青いカゴがあるんだけど、あれこれですか。そうそうそう、ここにまあ幼虫だったり卵を管理してて、でこれはもう幼虫になってるんだね、幼虫になってるんだけど、こいつらの禁止瓶もなかったんで、こいつらに使おうかなっていうので買いました。んー、あ、ありがとう。じゃああそこ貼っといて。いえいえ、タモリさんか。いや、ミモリだよ。あ、そういうことか。テレフォンショッキングのゲストの来た時の、うん、あのポスター貼るがっかりじゃないですよ。あ、いいとも青年代みたいな。やっぱ世代だもんな。まあ、懐かしいね。懐かしい。ウキウキウォッチだな、マジで。ウォッチングか、あれ。ウキウキウォッチ、そう、あっちこっち、そっちこっち。いや、懐かしさも出たし、一杯いっとく。いや、まだ紹介しろよ。あと3つ残ってるだ、早いって。明日誰呼んでくれるんですか。いや、だからテレフォンショッキングじゃないんですよ。あ、そう。あ、ない、うん、そうか、坂田ベーカリー。お、ベーカリーってやつが友達にいんの。いいんですよ、いちいち反応しなくて。ベーカリーが最近いないからね。お前、ちゃんとカメラマン頼むよ。ベーカリーに向けて。もう、切られないですね、ここ。その想定で。まあ、とりあえずこれね。瓦禁止24個。はい。はい、で、次。こっちから行こうか、もう。はい。これも、神奈川きのこ園さんです。なんで、要するに、まあ、禁止瓶ですよね。なるほど。今回の段ボールすごいな。そう、トータル禁止瓶が何個あるのかっていうのもちょっと注目してもらえたら。よし、はい、こちら開けます。はい、バン。ちょっと、うん、小さくなった。そう、ワンサイズちっちゃい。これが800なんだけども、あー、瓦禁止じゃなくて、これはカンタケ菌っていう禁止。これはなんかね、ちょっと色違いますね。あ、そうそう、わかる。やっぱ膜が強いイメージ、瓦禁止の方が。カンタケ、これはカンタケっていう、まあ何種類かあるんだけど禁止って。商品名で言ったら、S8 数字の8にカンタケってやつで、これはね、去年オオクワガタを本格的にやりますっていうので、今その初陣たちが羽化してるんだけども、うん、そのオークアで、まあオークアをやられてる方とかコメントとかそういう調べたりとかで聞いたのが、何種類かあって禁止瓶、それを試しに何種類、4種類ぐらい使ったのかな。使った上で一番大きくシンプルになったのがカンタケだから、ここの神長きのこ園さんのやつが一番大きくなったんで、まあもしかしたら俺んちの相性とか、その交換するタイミング的な部分とかあったりするけども、一番アベレージ高いんで今のところ、はいはい、今回はこれ1本で行ってみようかなっていうので、これにしたいっていうので、まあ、まだ幼虫も取れてなくて産卵セット組んでる状態なんですけど、まあ、先に去年はこれ知って注文しようと思ったら忙しい時期で禁止瓶なかなか買えなかったり、予約しても2週間3週間後とかでちょっと幼虫を待たしちゃった時期とかもあったから、先にとりあえず40本買いました。おー、はい、で、これに1ヶ月後に幼虫が生まれて、まあ、禁止的にもちょうどいい時期に幼虫入れられるかなっていうので、とりあえず40本。はい、40本で1箱になるのかな、これは。1箱とかじゃないのかもしれない。まあ、とりあえず40本で、もろもろ込みで、はい、21,538円。おー、まあ、約22,000円。うん。でも、安いよね。1本あたり、まあ、500円ぐらい。あ、でも500円でこれ買えて、で、オークアも大きく成長するってなったら全然個人的に安いかなと。なるほど。あとはまあ人気だから、しっかりこれ以降
2本目に交換する時とかに菌糸を用意できてるかどうかっていうのが大事なんで、とりあえず1個目は購入できたんでよかったかなっていう、はい、これ勝負の40本ですね。とりあえずね、やっぱ勝負の大事な大きくするためのそう、これが2つ目。はい、で、ちょっと今膝やられててそんな食らったんすか、さっきのカメラ止めてる間でそう、あのここら辺に落ちてたペレットそう、床材で使ってる硬いやつ、そう、あれ膝で踏んじゃってめちゃくちゃ痛いな魔法使えないですか、魔法使ったらね、一個一個パンパン、いや、そうなんだけどね、でも魔法使いすぎたら魔法極み人から怒られるからそうそうか、そうたまに魔法極み人が楽して魔法の裏側みたいなのを見せたりするからちょっと少なめにしてみてはい、で、まあこれですね、はい、よいしょ、はい、これも禁止です。はい、ここはまた別の、DDA さんですね。書いてないのか、DDA っていう、まあ僕は平田とか、まあ基本平田かな、基本平田に使ってる禁止瓶で、ここはもういつでも在庫あるんで、はいはい、いいんですけど、ちょっと交換しないといけなかったりするやつがいるんで、今回買いました。あ、もうご来光ですよはい、両手なくなったコイルみたいなのがいっぱい密集してる。いや、わかんないんだよポケモンのね、ポケモンコイル。とりあえずこれ、これがもうここにもついてるんですけど、このラベルもかっこいいんだけどね、これね、 DDA の F0 っていう禁止で、これ禁止の劣化が本当に遅くて、禁止って何ヶ月も置いてたらスッカスカになるので、幼虫が食えないというか、まあ、食えるは食えるけどスカスカだから幼虫自体も落ち着かないみたいな、居心地悪くていろんな場所動いちゃって、餌食ってるよりも逆に動いて運動量の量的な部分で痩せてっちゃったりとか、ここ嫌だってなって無理やりさなぎになったりとかすることもあるから、それで考えたらやっぱもう劣化がまずしにくいっていうのと、低温の場所15度以下とかだったらキノコ生えるんだけど、15度以下でもキノコがあんまり生えない、キノコ生えたらそのキノコに栄養が取られてるってことになるから。ああ、なるほど。そうで、まあガス欠、酸欠にもなったりするし、なんかキノコがやっぱ養分取ってるし、はいはい、やっぱ大きくするのってできるだけ幼虫期間を長くするっていう部分もあるから、単純な話、そこになった時に気温を下げて例えば18度とかそういうところで置いてゆっくり成長させるみたいなのもあるから、後半に行くにつれてかな、そういう時にもキノコ生えないからすごい重宝するから、多分人気なんだと思うけど、これがね、領収書がもしかしたらこっちに入ってるかもしれない。ああ、なるほど。から一旦これは金額は後ほどで、はいはい、で次、はい、ラストですね。はい、これ、これはなんだ、これも DDA さんですね。これ、これが、これがロゴ、ああ、はい、プロステータスみたいな、そう、Z みたいな、あれいや、伝わります今本当の、いや、伝わる、コイルぐらい伝わる、いや、伝わんないじゃないですか、いやいやコイルと一緒だったら伝わんない、いや、わかんないから、意外とみんなコイルファンの可能性あるから、ね、いやそんな人いないでしょ、ポケモンのコイルファンって好きな人いるかもしれないけど、いるいるいるから、具志堅、具志堅だけじゃないから、もっとこう周り見渡して見たら意外とみんなコイルのアイコンとか、いやいないでしょ、ツイッターでコイルのアイコンにしてる人とかいるから、いや絶対いないって。じゃあコイルの話十分にしたところで、いや本当だよ、最後ですね、はい、こちら、はい、おお。数は少ないんですけど、これはこうでかいやつ、でかい320、さっきの菌糸と同じ菌糸のサイズがでかいバージョン、はい、これでパラワンの最終修例とか三例のやつ、パラワン、スマトラ、うちだと、まあうちだとあとギラファもかな、ギラファノコギリもこれでやろうかなと思ってて、見たことあります、あ、見たことある、はい、そうだからこれを使って菌糸、まあ交換するんで近々多分なんで、これ、あ、そうそうそう、これ交換してて、もうそろそろ交換しないのもいけなかったりとか、
ギラファとかもちょっと今どこにいるかわかんないけど、まあちょっと見えないとこにいるからあれだけど、ギラファとかもこれに交換しようかなと思ってるんで、はい、とりあえずこれを10本買いました。うわぁ、はい、10本そう、で、これね、おまけで送ってくれるんですよ。へぇ、こういう風にいっぱい買ってくる。あ、これなんですか。これは、俺入れてないけど餌皿。あー、なるほど。液だれをしない。そのゼリーってどうしても水分を固めたものだから、開けてこうやって置いてたら液が垂れてマットを汚しちゃうんだよ。なるほど。やっぱそういうのを防ぐ。あー、ぴったり。そう、ぴったり。このサイズがね、最近 DDA がこれに変えて、これっていうのも これこのイメージでしょ、ゼリー。あー、確かにそうっす。これってでかいオスとかって、はい、奥まで食えないんだよ、ハサミが邪魔で。あ、食えないから。これだと、まあ、半分にカットして与えるんだけど、はい、そしたらもうその底も浅くなるから、その分頑張って自分のベロの部分みたいので食えるんだけども、これとね、今うちにないんだけど、そのカットしなくてもいいように間口が広くて、まあ、間口これぐらいかな、でこれよりもちょっと浅いぐらい、あー、なるほど、のやつがあったりするんだけど、食べやすいよね。そう、それの中間みたいな。だからこっちに浅いのがあるイメージ。なるほど、大中小。そう、これだったらオスのベロの限界というか、オスも綺麗に食べれるし、メスもしっかり食べれるようなゼリーカップっていうのでこれに変えたらしい。そう、だからこれカッティングする必要もないし。なるほど、なるほど。もうオスもメスも構わずこれをパッて開けて置いとくだけでいい、いう形になって、ちょっとこのパウダーインゼリーと僕がいつも使ってる植物性ゼリーと、こっちがまあなんだろう、メス、基本メスにしか与えないのかな。うん、与え、まあその産卵する上での体力を回復するためのゼリー、はいはいはい、と、これはもう生きてる上で必要な栄養を補ってくれるゼリーみたいな、簡単に言ったら。だからオスはもう基本これでいいですみたいな、ちゃんと説明もホームページの方でしっかり書かれてるんで、気になった方は DDA クワガタとかで調べてみてください。なるほど。クワ株にもブリーダーにも得するゼリーの大きさ。あ、そう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 、楽、楽、手間がちょっと省ける、食べやすい。やっぱカットするっていうワン工程なくなるだけでもね。で、これがまあメインですね。はい、で、ちょっと待ってね。で、領収書はないので、今日の撮影で下半身全部やられちゃうまあこれ10本ですね、はい、で、値段、領収書ないんでざっくりなんですけど、送料とか別で、はい、禁止瓶自体800ボトルで、1本500円だから40本なんで、2万円プラス送料とかだから2万ちょっとかな。で、こっちが1本、まあ、3200で1本2000円、ね、おー、やっぱしますね。まあするよね。まあ、単純に考えて800の、まあ、4倍だから、なるほどなるほど、そう、そういうのもあると思う。800の4倍で使ってる量的に考えたらこっちの方が、そしたらまあそう考えたらまあ普通だよね、値段2000円。なんでこれが10本なんでこれも2万。あ、だから今回の、禁止瓶、禁止瓶の総数で言ったら24本で、40本だから114本か、114本一旦買いました。爆買いですね。爆買い、とりあえず。しかもこれはいい禁止だから。で、あっちにももうなんか200本ぐらい買ったりしてるからそう、もう準備は、準備は一旦、とりあえずまだ足りないですもんね。そうね、頭金みたいな感じすごい長いな。そう、やっぱこの時期やっぱワクワクするからね。うん、だ、土台作り、土台作り。だからまあ合計で言ったらこの4箱で、全部2万ぐらいなんで、まあ約8万円分購入しましたっていう。やっぱね、備品にもこれでも氷山の一角ですからね。いや、そうですね。備品こそやっぱしっかりお金かけないと、うん、しっかり育たないんで、はいはい、まあ、多分もっとしっかりブリードしてる方、その大きいの作るぞっていう方はまたいろいろとあるんだろうけど、添加剤入れたりとか、こう、俺はもう既製品のもう完全に詰めてくれてある状態のやつを買ってるけど、この詰めてない状態、袋に
この中のやつが入ってるやつもあるの、ブロックとして売られてて、そう、それを削って自分でこう詰める。ああ、本当オリジナルの。そうそうそう。そしてそっちの方が添加剤とか自分で水分とかも調整できるし、そもそものそのブロック自体の方が安いから、あ、まあ、加工してくれてる状態だから2000円だけど、加工してない状態だとちょっと安いみたいな。だからもう僕は詰める時間あるってなったらやっぱポケモン見た方が今はいいんで、まあね、どっちかって言ったら。いや、いいですよ、ポケモン一時出してもらって。でこっちの方がシンプルに楽ですっていうね、うん、穴を開けて。穴開けるんですもんね、うん、これ。そう、だから普通にブリードを楽しむ、そう、繁殖サイズをとかじゃなくて、うん、繁殖っていうのを楽しむ人はもう全然これでいいし、うん、そもそももうこれとか、そのこの神長きのこねさんの品種とかももうしっかりいろんな配合されてるんで、そう、まあ僕らはメニューは分かんないけど、もう大きくなるようには作ってくれてるから、はい、そもそももういい品種だから、その手間代をあっちに代わりに詰めてもらってるって考えたら、うん、全然こっちでいいかなっていうふうに、はい、思ってて、とりあえずこの120本ぐらいを買いました。はい、はい、木が来たらまたこいつらがしれっと出てきて、まあ幼虫を入れたりすると思うんで、うん、まあちょっとね、禁止瓶のどういう禁止買えばいいかなって思ってる人はぜひ参考になればと思いまして、うん、この動画を上げましたけども、まあ、基本は平田ドルクス系にすごい、まあ、パラマンスマトラ、まあ、アルキデスとかいろいろいるんですけど、で今年はね、こっちの家はだからオープンはこの神長きのこねさんの使いたいんですけど、どうしてももし仮に幼虫が多く取れて嬉しいことに、あぶれたやつは DDA さんのでやってみようかなとも思ってます。なんかまあ別にそんな悪くなさそうなんで、そんな感じですかね。はい、はい、これどうでした、確かにこの段ボール。いやだからそう、この時期はまずね、その大事というのも知らなかったし、でなんか得意な、うん、何でした、禁止みたいなあったじゃないですか、三森さんの家と、うん、そういうのもまず考えて買ってんのも、あ、分かんなかったですね。でこの思い出しました、このでかい瓶見て、あ、思い出した、開けてあのスーパーモグラくんで、あ、そうそうそう、覚えた、穴掘って、そう、あれも DDA だから。でそこに幼虫を入れると、そう、あ、でかい幼虫だったんですよ。そう、でかいんだよ、すぐ下に潜っていくんだ。そう、あれもあそこになるための、まあ準備備品だよね。そう、なんで、まあスーパーモグラくんとか、まあ DDA もね、Amazon も一応販売してるから、概要欄に僕基本使ってる備品、まあ載してるんで、載してるというか載してるブログみたいなのを、URL 貼ってるんで、よかったらそこも覗いてみてください。はい、はい、まあそんな感じで、はい、今回はもう、購入した備品というか、とりあえず一気にちょうどいいタイミングで禁止瓶が届いてたんで動画にさせていただきましたけども、僕はこれ使ってますとかそういうのもお待ちしてますんで、うん、はい、まあちょっと参考になったなとか、まあ、禁止瓶白いなと思った方は高評価チャンネル登録をお待ちしてます、うん、はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。